きありがとう。こんにちは。かさたなさん、イコールさん、クッキーありがとうございます。ナビクッキー集めてるよ。チャレンジのとこから受け取ってね。やほー、元気いいねんよね。まだなってない。まだちょっと残ってる。うん、そうなの。そんな感じ。悲しいね。だいぶ悲しいです。時1053、1953、ありがとう。少々鼻声っぽい。ああピーチキセさん、たくさんありがとう。そう、ちょっとまだね、悲しいね。こんにちは。やばいね。早くね、元気になりたいけど、なるためによく寝てるし、花粉症なのかね。わからんね。おりちゃんさん、わー、クッキーありがとう。今でかいプレゼントあげてもいいですか。え、何くれるの。嬉しい。ありがたく受け取ります。お、まさふみさん、ひろしさん、ありがとう。クッキーありがとうございます。今まではね、のあぴね、花粉症じゃなかったんですよ。私以外の3人家族は花粉症なんだけど、特にお母さんがひどくて、ねえ、イモピも昔からちょっと花粉症っぽいんよ。でパパピも花粉症なんよ。お母さんは豚とか杉とかいろいろとやばいんよ。でパパはわかんない。何の花粉に弱いのかは何だったっけなっていう状態です。あ、ブタクサ、それそれ、ブタブタクサ、それそれ、うん、そうなの。シールさん、クッキーありがとう。え、ブタって言わない？言わないか。今年も、今年デビューになっちゃったかな。なんかね、高年齢になっていくうちにね、治る方は治るらしいからね。そう思うとさ、花粉症になった時にさ、早くさ高年齢になりたいって思う、私も。でもね、治らない人もいるらしい。そんなね、美味しいものいっぱい食べますね。まゆさん、クッキーありがとう。りゅうちゃんさんもありがとうございます。こんにちは。そう、フライヤー配り。え、フライヤー配り、ネアピ。何それ、フライヤーって。あげるの、何か。ポテトフライとか唐揚げとか。あ、唐揚げあげるのにね、フライヤー。え、それをみんなに配るの。あ、揚げたやつは配るの。なるほどね、いいね。広島駅前でやるの。だいぶ私ちょっと油もの怖いわ。あ、目はね、痒くないのよ。涙も出ないの。春の花粉デビューかな。やばいね。
私もちょっとデビューしたかもしれません。昨日はね、あの足のね病院だったのでね、分からんかったこのことは。フライヤー、あ、チラシのことなんだ。沖田美希のそのさ、唐辛子って何？唐辛子のマークは誰のマークな？今までついてなかったくない？バナナあげます、ありがとう。ともさん、ありがとうございます。何のチラシ配るんよ。気づくわ、そりゃ気づくわ。だって今までついてなかったのが急に4つもつき始めたから、ね、しかもノアピのファンマーク1個もついてないから。何のチラシ配ろう。ノアピはのっぴの話から来てねとか。あー、ももちゃん、え、そうなの、イベント、参加してるんだ。ブルももちゃんね、一緒にオーディションをね受けてた。え、唐辛子ってどういうこと。なんで唐辛子だ。桃と紫まではわかるんだけど、あ、辛いもの好きなんだ。あー、なるほどね。おー、あんま見たことなかったわ。オーディション中はね、あれ食べた、ラーメン中華麺、わかんない。あの麺を食べてた、あの昼ご飯の時に、あのレッスンあったりして。え、そういう系だった。担々麺、え、冷やし中華、わかんないや。もゆさん、二重のおしゃありがとう。そんな感じだったよ。ゆずきちさん、なおさん、クッキーありがとう。こんにちは。なるほどね。あ、へえ、頑張ってください。こんにちは。あ、汁なし担々麺、いやー、なんかわかんないや。なんとなくそういう麺系だった。おもみちゃんさん、一位ありがとうございます。すごいたくさんありがとう。わー、ありがとうございます。こんにちは。イベント、あ、なるほどね。それはイベント、イベントね、イベント大事よ。終わったら必ずナビのファンマークつけておるくんよ。もうありがとう。このももちゃん、頑張ってね。イベント応援してるよ。頑張ってね。おいもちゃんさん、あ、ありがとう、たくさん言ってたわ。まあ、バイオリンと虹かな。あとバレーシューズ、トーシューズのね、バレーとか、あとグアとか。まあそんな感じ、いろいろとあるよ。あれ、あなた毎回来てるわよね。なんで知らんの。マコリンさん、ありがとうございます。喋りにくい。あら、まあ時々、あ、なるほどね、睡眠も大事。あ、ねえ、名前名前やめて。私それかっこ、え、格業じゃないの、あれ黄色、私それかっこって言うんでた。格好じゃなくてかっこか。え、嬉しいよ。やっぱファンマークとかをねつけてくださったりすると、のあぴはね、わーって思う。
いややった、いやそのあーみたいな、嬉しいみたいな、わかる。そのさ、ファンマークつけてないとさ、誰がナピなのファンなのかさ、わからないしさ、ナピもさ、ファン、なんかファンがいるとさ、ナピも嬉しいのよね。スノーさんありがとう、ナオさんもありがとうございます。そう、あのね、ナビね、これこのコメント欄をなんかで名前とかさ見るじゃん、ね、結構ね喜んでるのよ。わあ嬉しいって、変な名前じゃない限りファンマークがついてたら嬉しいのよ。そう、読まなくてもナビは見えてるけん、そうでけん、今は堀ちゃんさんはそのリンゴがついてるから、そうなんだなって思うです。こうやってね、カッコとかね、変な名前をつけてくる人は、あーこれはちょっといじってくる、私的にはファンじゃないって思ってるから。まあ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 、でそうね、吉かなさん、クッキーありがとう、ハップさんもありがとうございます。嘘嘘嘘嘘嘘嘘よ嘘よ、あじゃあ、おうさぎさんありがとう、そうなんだ、何パイナップルって、あなんか言ってたね、夏の時だっけ、ハンカチのやつ、あのなんとかパイン、何パインだっけ、あの変なパイン。やばい、それの印象がすごい。変なパイン。なんとかパインってやつ、いや違うよ、話し会はあれはリアルだったから気づかんかったんよ。名前さえ言ってた、いや名前さえ言ってれば気づくからね、みんなのこと、あとは顔見知りとか。どういうこと。そう、よく会ってたりとか、そのなんだろう、3回以上来てくださってたりとかすると気づくよ。だからそのリアルも3回目で分かったでしょ。しかも雰囲気も違ったからね、一瞬気づか、一瞬気づかなかっただけ。うん、3回以上。キャトルさんありがとう。行きます、嬉しい、待ってます。角刈りパイン、ああ何角刈りって。キャトルさんありがとうございます、どんな感じですか。バレリとか虹とかバレエとかグアとかっていう感じでいろいろとあります。まああのバレエと虹とバイオリンですかね。鳥も2つ、お嬉しい、ありがとうキャトルさん、ありがとう、おアバターもナビだ、嬉しいよ。うん、バイオリンと虹をつけても、あ嬉しいぞ、堀ちゃんさんありがとうございます、ありがとう、よし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 、鈴鹿さんもバイオリンつけてくれてる、よし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 、ありがとう。あアバターはナビ取れました、おおめでとう、ロデムさん、内田さんもありがとうございます、クッキー、イエイ、うん、英訳契約です、永久契約です、英訳契約と。うん、見えるよ、あのね、その方のことをタップしたら見えるからね、大きく。ハンマークはなるべくつけてほしいな、おいもちゃんさんありがとうございます、クッキー、バイオリンよろしくお願いします、よいしょ。15分経過しましたので、そろそろ字を書きたいと思います。
ね、そうだね、字を書くのは何日かぶりです。ナビのね、ナビはね、その好きなこととかお得意なことが多いから、そのね、ファンマークがね多いんですよ。でそのうちね減るかもしれないけど、ファンマーク、そうね、まあ今はそのね、今は4つ、そう、バイオリンと虹とバレエとうわーみたいな感じで、その中で2つ付けてみてねっていう感じです。可愛いから2つ、多すぎるとさ、1回ね、そう、1回なんかみんなの名前をアバターに、その絵文字にしてみてよって言ったの。そしたら誰が誰だか分かんなくなっちゃうから、自分の名前よりもその絵文字の方が多いと時があったのね。そう、全部つけてみると、バイオリン、水泳、バレエ、虹、テニス、グワ、なちゃらかんちゃらかんちゃらって ついてきちゃったわけよ。そう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 、じゃけん2つてか3つとか4つでいいよっていう。そういう人はねファンじゃないんだよ。ナピはね、傷つくことを言う人に対してはね、あ、ピシッ、友達でも何でもないよ、ファンでも何でもないよ、ピシ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 、ね、こういうイメージじゃないんだよ。よし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 たまにさ、正解って言うけどさ、何が正解なん。はい、ありがとう。フォローしてくださった方ありがとう。皆さんフォローよろしくお願いします。では字を書いていきたいと思います。今日ファストコメントさんとイコメさん忘れました、ごめんなさい。めちゃくちゃ忘れてました、本当にごめんなさい。テロップ入れてるのに夢中でした。そしてそのまますぐ話に入ってしまいました。みんなごめんね。あー、まあいじってくれる人も大切にしている優しいナビですので、セーフもアウトもないです。あーしゃしゃしゃしゅうさん、ありがとうございます。クッキー、そうだね、そのうちね、ゆきにさんが言ってたんですね。じゃあ頑張ってみます。こんにちは。いて、ひどい、いつの間に縁切れてた。え、悲しい。大和言葉を美しく書くペン字練習帳でやっていきましょう。お父さん、クッキーありがとう。天使のアピちゃんです。てて、天使の羽。うん、ニコさん、どうした？あ、頑張ったね。頑張るね。あ、嬉しい。ありがとうね。また来てね。ありがとうよ。こんばんは。ランドセルどうだったかな、ヒットちゃんじゃなかったかな、私、そう、確かね、私のねランドセルはフィットちゃんだった気がする。え、言ってる、言わないでよ、そんな悲しい言葉を。じゃあ行きます、いろは歌をみんな、はい、和歌風に言ってみましょう。3、はい、
いろはにほへとちりぬるを若よたれそつねなら上の奥山今日越えて朝き夢見しえひもせずとそんな噂どこから聞いたの空気集めてるよください。中学1年生です。そうだね、もうすぐね中2だね。いろはにほへとちりぬるを若よたれぞつねなる。こないださすぐなんかね最近覚えたんだけど、皆さんから教えてもらったんだけどね、なんかこのいろは歌には全あの赤沙汰の浜やらわのその今日が全部載ってるんだって。じゃけん何文字だっけ、47文字、あの全部出てくるんだって。すごくない？全部ねあるっていうのをそう教えてもらって、そうなんだと思って、なんか一つぐらいは被ってそうだけどなと思って見てみたら確かに被ってないのよ。すごいねこれね、えちょっとびっくりしたよ。知ってた？あのねそうで最初に習わんのって言われたけど、その最初の時ね私階段から落ちたのでそう聞いてなかったのよ。そうね、えすごいよね、ちょっとびっくりしたよ。知らなかった？そう知らないよね、やっぱり知らないよね、私も知らなかったあ初めて知った。やっぱりね初めて知る方もいるよね。そうちょっとびっくりしたよね。まあそれをそのひらがなを毎日毎日コツコツ練習して、字をきれいにしていこうという字をきれいにしよう作戦です。あのサイン会がね初のサイン会なんですよ今回。あのそう今回初のサイン会を終えたんですけど、あのねやっぱね急いで書くとあのダメなんよ。でも今急いで書きつつも綺麗に書くっていう練習もしつつ、ゆっくりと丁寧に書くっていう練習です。わかったそう字を綺麗にしていこうっていう。そうノアピはあの1年後がこれ楽しみなんですよ。1月来年の1月ですね。今年は字をきれいにしよう作戦の1年です。でまあそうね、もともとさノアピの字ってさ結構ね丸かったりバランスがねとても綺麗かと言われると美しくないという部類に入るので、きっとなのでそれを美しくの部類に入るために今年1年頑張って綺麗にしていきたいと思います。イエーイ。多分字は結構あのね5年はねかかるから、そうサインをちょっと集めて、皆さんねのびのサインを集めてその経過字をきれいになっていく経過を楽しんで、あのぜひサイン会申し込んでみてねあのおーおーおーどんどんきれいになってるなっていうのと、あこの日はちょっと雨だったなっていうの、そういうの楽しんで見ていただけると嬉しいです。英語でいやなんかねそう英語だとねもうシュッ
Thank you みたいな感じでね書くんやけど、 Love みたいな感じで、なんか日本語がね、日本語が私ちょっと不自由日本の方なんだけど、日本がね、日本語があのちょっと、はい、英語も不自由、日本語も不自由いろいろと不自由です。書くスピードが追いついかないから字がなったか、きれい、汚いかな、これ。いいね、じゃあ私は回転が早いんだえそれこそえなんだけど、そう、届いたら一番見えるところに付けづけんね。おあ、ありがとう、よし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 、そんなことないよお父さんクッキーありがとう。で、早速字を書きたいと思います。もうだいぶ時間経ってる気がするんだけど、あ、もう始めますって言ってから15分ぐらい経ってました。よいしょどっからだっけ、ノート見ましょう。 ここに練習用にこんな感じで書いてるんだけど、全然進んでないね。見て、こんなにも書いたのに全然1ページすら終わってないって、どういうことえ、そんなことある。いろはにほへとちりぬがないるもないをわかよたれそつつで終わってるけど、これは多分ぬとちりぬとるがあったらきっとここまで来てる。え、ちょっと待って、ちょっと待って、遠目に見たら綺麗そう、嬉しい嬉しい。年でなくなった千穂さん書いたよね、私ぬって、そうよ、私書いたんですよ。あ、じゃあまし、違う、ここら辺でね、そうなんすも書いたでしょ。でもない、た、わかよ、た、わかよ、た、れ、れがあるね、一つだけ。はぁ、みこ、そう、なんかね、一回ね、怒ったはぁを書いたことあるんですよ。はぁって。ちょっと怖いね。で、まらまら、これ私、積もってるんだよね、毎回見ると。どこ行った？ジ。ディサーパックパック。あった。うん。そう、千穂さん。ぬがあったので、うん。で、千穂さんの書き初めを私持ってるからね。ファンクラブぬあたね、きりぬる、るもあるよ、ルビー、なんかセンスのないルビーね、ルビー、このビーをひらがなにしなかったのはなぜ私え、たまたまですよ、たまたま、たまたま千穂さんの書き初めを申し込んだんですよ、イモピが
あ、イモピなんだけど、そうで、その後ろがねキューピッポ、勝手にユニットを組みました。マイキューさんとノアピとオキさん、キューピッポ可愛くない？キューピッポそうで、抽選だからね、何が当たるかわからないじゃん。そしたら千穂さんが当たったんですよ。羨ましいだろ。で今度会った時にサインをもらいます。ちょっと今年の目標、サインをもらう千穂さん、あとねココアさんのねハロウィンの時のね写真もあるのでね、その写真もにもサインをもらう。そしてサイヤさんの時も当たったから、そこにノアピのノアピちゃんへという名前を書いてもらうという目標ができました。3つ。あとユミリンさんの写真集にまだもらってないから4つですね。あ、まだまだひなさんのもよ、ひなさんのも5つ。あ、5つ、平和と剣ノピが立った設定でいきますねえ、めちゃ激レア。5つ目標がありますので、少しずつ達成していきたいと思います。いえ、はい、サイン三昧。で、まあ字を書きたいと思います。うん、ああ、沖さんね、沖さんの写真集も出たらもらえます。もちろん写真集はね、一応ちょっとナピちゃん沖チルドレンなので全ページいただきたいなと思います。おほほほほほ、毎回たちね、初めてゆっくり見るけど、あー嬉しい、ありがとう、かわいい。ちょっとね、今しのいいね状態なのでね、もっと元気な時はね、もうちょっとおしとやかだからね。今日申し込み開始ですよ、沖さんの。なんて、よいしょ、ノーコメントお押したピシよいしょ。毎回はね全員チルトレンなんよ、多分沖さんの、多分。何の申し込み開始だって、みんな目の前にいるじゃないか、はおとなしい子が写真集申し込み、あったあった、おしとやかで清純な美しい可愛いマピちゃんだよ、やっほー、あったあった、おきさんの写真集4月25日に発売決定、ウェーイ、メモメモお、予約がありますね、タイトル見て、何かな何かな、気になりますね。うん、お、
本当だ、写真集ツイートが解説されておりますね。わーお、楽しみです。その子探してこようかな。目の前におるで。ああ、沖の滝、あ、沖の滝見ましたね。私ですね、年越しの時に、そう、沖さんのね配信があったので、沖さんの配信行こうと思ったんですよ。そしたらですね、ちょっとコメントしにくい状態でして、沖の滝なんかジャーって被ってたので、ああ、おお、追ってみて終わりました。え、その後にみちゅさんの配信やるかなと思ったんですけど、やらずにナピエ寝てました。で、どこだったっけな、コメントしたの、年越し、私はどこでコメントしてましたか。どこで私コメントしてた。そのまま寝た。え、できてないかもしれん。そう、その日ね、コメントね、その日ね、みちゅさんのルームに集合の予定だったんですよ。みちゅさんが配信やらないから寝たんだったかな。あ、そう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 、確かそう、そうよね、そうよ。ですね、多分きっときっとそう。多分そう。あ、ピュアいい子、うん、そうそうそう、おしたやかで清純でピュアピーで、純粋でいい子で美しかわいいナビちゃんで、よろしくね。ねえ、私がみちさんのところに誕生日の時にコメントをしたんですよ。そしたらみんな偽物だ偽物だって、はーい、よくないね。なんでみんなそこ疑問に思うんだよ。そう、誕生日の時ですよ、みちょさんが。もうみんなよくないね。もうね、結構私ショックだったり、でみちょさんもそれをね、スクショしちゃったよみたいな感じでなったけど、スクショされてるかな。しかもみちゅさんのアバターで言ったんだよ。で、それ本物です、本物です、これが高いのはあれですよ、あのサラビさんのとこ、サラビさんのところにはそのさ、そう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 されてきました。うん、あ、夜中だから起きてないと思われたのかな。なるほどね。私みんなベロベロキャンディありがとう、タピちゃん来たってね言ってくださったのに、皆さんがね、偽物だ偽物だ偽物だ、これが偽物だ、見つけて言ってる、怪しい、はぁ、あ、ねえ、あのサラピはね、サラピサラピさんはね、フィビビオートしないって言ってて、あーって感じでしたね。みんなが脱線させるからだよ。よし、字を書くぞ。
よし、詩を書くよ。私、そうそう、偽物現れた時期もあったしね。七並びとかも偽物いるからね。こんちにピピピ可愛い子素敵猫で、でした。ここにいるのは何者？こんちの素敵可愛い、はい、おしとやかなのびちゃんです。ここにいます。こえんちはね、喋らないよ。喋るけど、喋らないよ。わかったかな。ここでもあんま喋んないよ。ゆるーく喋るよ。つね。ねえ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 。木の死の因。あれ？ねって書いた？ここに、あ、つは書いてて、でねを書いてなきゃ、ねからで大丈夫そうです。うん。偽物が公園に出てた。そりゃ怖いわ。あ、はじめまして、まさゆきさんのアピです、よろしくお願いします。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。中学1年生13歳です、よろしくお願いします。おしとやかなのアピちゃんです。みんなに騙されないでね。ひどいな。ピュアピュアよ、よろしくね。イモピはとても騒がしい子でございます。みんなが想像している以上にすごく騒がしい子でございます。小さい頃なんかはね、今もちっちゃいけど、ちっちゃい頃なんかはね、本当にね、ガーって言って噛みつかれたぐらい怖いです。かわいいひもぴが。では行きます。ねねね、ま、待って、見本を見てない、見本よいしょ。ね、イモピの話かよりもナピの話かに来てね。イモピおしとやか、イモピじゃないですよ。ね、しっかり折り直す。まっすぐ下へ。横長に結ぶ。で、ちょっとカクカクってなって結ぶ。少し右に出て、しっかりと折り返す。しっかりと折り返す。で、ここは下まっすぐに書いて、ちょっと縦に横に長横ね、横長、うんうん、では、いきます、書きます。ね、見本のように、あ、バレた、下にまっすぐ下ろす、カクカクカク、不可抗、難しいよね。難しいよね。難しいよね。ね。審査員さんが、どうもありがとうございます。審査委員長さん、すごい今審査されてるみたい。ね。難しいね。手に下ろす、不格好だね。え、これすごく難しい。根をきれいに描ける人っているのかな。
まくいかないんだろうね。こんにちは。ブルームさんありがとうね。なんでこんなにも不格好なんだね。字のバランスが難しいね。お医者さんありがとうございます。いいね、ありがとう。なんだろう、見本と同じように書いてみてる。ここか、ここでこんな感じで、でここで、これバレるかな。初見さんの中野レイさん、こんにちは。ナビです、よろしくお願いします。13歳です。13歳、中学1年生です。よろしくお願いします。一番上のね、これ確かに後々見ていくとこれが一番いいかもしれない。どうもはじめまして。あー、ご想像にお任せいたします。ノアピです、モロクズノアピです。あ、違う。待って、名前がさ、名前たねがさ、こんな感じになって、モロクズのノアピです。13歳、中学1年生です。こちらフォローボタンを押してよろしくお願いします。どうしよう。おーすげー。なんかすごい。わー、おー、ありがとう。森ケーキが咲いちゃった、ありがとう。ありゃまー。もううるさい。竹井さん、ありがとう。14歳になってるし。
お腹痛い。あ、久しぶりにこんなに笑った。6周年でいいよ、モロクズのアピです。よろしくお願いします。役がねあるからね、毎年毎年ね。そうそう、モロクズのアピです。あ、また言った。モロクズノアです。はい、ノアです。よろしくお願いします。パトさん、お疲れ様です。ノアピです。よろしくお願いします。カレンダー落ちた。13歳です。中学1年生です。こちらフォローボタンもちょっとよろしくお願いします。ありがとうございます。ケイさん、クッキーありがとう。ああ読みは何でもいいんだよ。法律上ね、諸葛でもモロクズでも、あの近藤でも鈴木でも佐藤でも何でもいいんですよ。法律上ね。世間ノアもノアピでも何でもいいのよ。だからボアイでもそう。何でもいいの。あのさ、字の途中でなんでこういう話になったんだっけ。皆さんお静かに。私の字の練習の邪魔をしないでくださいよ。私はとてもお静かにしてたんですよ。誰かさんがコメントして初見ですって来たから、モロクズのアピですみたいな。私を待ってんだ。あ、私だ。あ、私だった。私のせいよこれ。もう定義がないのは知ってはりますか。あ、知ってはるよ。それ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 、わしも解明したよ。エリオルバチピ。どうした。ああ、なるほどね。エリオルマルがバツになったのね。あ、なるほど。ピリトマトありがとう。あ、すごいたくさんの1タワーありがとう。めいっぱいワイワイする。あのね、 1タワーのねキャンペーンがあって、そう、1タワーのキャンペーン焼肉なんだって。美味しそうだよね。食べ物に夢がないのピ。ホワイトデーキャンペーンで、そう、焼肉やってるのよ。焼肉やってるのよって言い方あれだけど、あのね、おー、今1位リコチさんだって。いやー、ファンになりました。ありがとうございます。よし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 、ありがとうございます。ありがとう。ドピテマニドボンドボンドボンザーン、ありがとう。なにこれ。あ、高級焼肉お食事券がいただけるらしいですわよ。美味しそう。私さ、牛タン好きなんだよね。あ、レバーみんな好き？レバー美味しいよね。あ、上位3人だけなんだ。なるほど、じゃあ無理だな。まあまあまあ、置いといて置いといて。じゃあ字の練習していきましょう。アバターいただきました。あ、バレンタインのアバターだ。バレンタインのアバター？ちょっと待って、
ちょっと待ってちょっと待ってえちょっと待ってちょっと待って、あ、めっちゃ苦手なの。あ、苦手な方もいらっしゃいますよね。え、どうやって手に入ったの？星を投げたのかな。バレンタイン2023年キャンペーンのやつのとこ行って、特典をちょっと見てみましょう。本当だわ。20万ポイント達成でバレンタインアバター名前入りがこの世に入るらしいです。これが皆さん、あ、手に入るんだって。みんな不正に配布されてるよ。今すぐ星を投げよ。4000人以上の方が手に入るよ。みんな星をナピに投げてみて、そしたらナピのアバター、これが手に入るよ。わーい、もらえたもらえた。ぜひぜひもらってもらって、ナーピの名前入りだって珍しいぞ。へえ。もらったもらったもらったね、もらった。あ、かわいいじゃん、かわいいかわいい。あー、やったやった。へえ、やめて、変えてよ、ぜひぜひ変えてほしいわ。わーい、わーい、やったやった。おー、もらえたもらえた、うしゃうしゃ。イエイイエイ、やったやった。よいしょ、あの、変えて、みんな全員ナーピのアバターに変えよう。いざ変えよう。チェンジ、ドゥルーン。星がない。あ、もしかしてナビがこれ投げた、もう。したらね、エリオルマルさんね、手に入ってる可能性高いよ。トゥルントゥントゥントゥン、もらえた、ミギゴさん、イエーイ。どうやってアバター売るの。売らないで。私の大切なアバター、よいしょ、1億円でじゃあ売ってね、売るとしても。うん、みんな、字変え、字じゃない、アバター変えよう。変えたね、ありがとう、みんな。よいしょ。え、もらえてないの？え、なんでだろう、ちょっと見てみるわよ。なぜ？あれかもしれん、配布時間が何時からっていうのがあるかよ。あるかい、あるかもよ。多分それだと思うよ。ちょっと待ってね、ちょっと待って。このアバターは、このアバターは、時間が書いてない。あ、じゃあ、ましいただきました。よかったよかった。あったよ、ほな、なかったよ。なんで時間が書いてないの？あれれ、どこへ行った？もう6時、1時間経つよ。あー、書いてないです。あー、書いてないです、書いてない、書いてないです。だから多分ね、この中の時間から多分配布されるんだね。あ、あれじゃない、あの、5時半からとか。わからない、ごめんね。うん、テミさん、間にすごい嬉しい、ありがとう。ちゃんとついたね、よかった。今だけ変装してきた、ありがとう。ニュッ。では、あの、1時間多分ね経ったから星もらえると思うけん、星をもらってナビのところに投げてみて、ぜひ手に入れてみて。キュンです。
マピはジオを本番書きます。もうさっさと書いてジオ終わってウクレレをしたいと思います。あのね、今日やりたいことがあったんだよ。言いたいことがあるんだよ。やりたいことがあるんだよ。だよ。本当に。ね、いつまでジオをやればみんな気が済むの？本当に。いちご大福食べます。もうそんな時間。よし、では行きます。姿勢を正して、こん髪を正して、綺麗にして、フォークで溶いてよいしょ。それではいきます。ジッピッチよー、ひろねえ聞いて、長話近所のおばちゃんの長話、私の長話ということで、本日の字は、本日の作品はちょっとね、アルミにするか結構迷っちゃった。ねえねえって、ねえ聞いてにしまい では、ウクレレを、ね、寿司マロ食べる？やだな。何食べよう。お、ね、見て見て見て、みんな見て。見て見て見て。ガーナのプレミアムトリュフ。まあ、とても高級そうですね。プレミアムって書いてあるからね。終わっちゃ疲れたので、一休み。トリュフ、抹茶のチョコ、玉露高級手包み、手包みの、はい、すごいね、美味しそうですね。な、どうして金ちゃんになってた？甘いチョコを召し上がれ。ちょっと待ってね。少々お待ちよ。トリュフは美味しいよね。あのね、白トリュフと黒トリュフのさ、2つあるじゃん。白トリュフの方がね、珍しいんだよ。で、白トリュフはすごくね、お高いんだよ。黒トリュフもお高いんだけど、白トリュフの方がお高いんだって。
本当かちょっと私は分からないけど。そうなの？うん、トリュフはね美味しいですよ。忘れてることあるよ。もう6時だよ。あと6時間で受付終了しちゃうよ。それは何かわかる？あと6時間で受付終了しちゃうイベントがあるよ。20日のです。そうそうそう、20日のイベントのやつ。AKB の話し会の下社員。おお、そうなのですね。ちょっと待ってちょっと待って、いいと思われてるな。こんばんは。うん、20日のあっぱれさん絶対春っていうイベントなんですけど、ドリフタンタララ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 疲れ様です。すっかり忘れていた忘れていた。うん、面白い、嬉しい、思い出してよかった、思い出せてよかった、僕はこの街を目指したわけ、うん、も君と巡り合わなければ自分を忘れて、きっと流されていた。レレレレのトマトさん、すごいたくさん焼きボールありがとうございます。ナビね、文章書くのすごく時間かかるんだ。ちょっと待ってね、じゃあとりあえずこっち行こう。とりあえずみんなに向けてまず書きますね。よいしょ、これをここから。
よいしょ。お、初見さん。おー、ユミさんを見てからありがとうございます。 ST ポテト研究生のモロクズのノアピです。よろしくお願いします。こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。この間3月7日一緒にユミさんと初のマイカー出演させていただきました。ありがとうございました。こんばんは。あー、そうそうそう、ユミさんと初といえば、あの手をつないだんですよ。いや、みんな見ました？ノアピは最後の挨拶の時にありがとうございましたの時にユミさんのここを売れるよをつなぎました。キュッギュー。しかも本当に至近距離でこんなにその舞台に立ったのは7月の5周年コンサートぶりなんですよ。5周年コンサートは1曲その奇跡という名のストーリーで、そう、あの本当にちょっとだけなんですけれども、近くでその舞台に立たせていただいて、それ以来全くお仕事とかもあんまりあの関わりがなかったので、話し会の時に会ったりとかそんな感じだったのでね。そう、今回本当にすごい長い時間初めて毎回あの同じユニットなのでね出演させていただきました。すごくね楽しかったし、あのとね、同じ空気を吸って本当に嬉しかったです。うん、ね、本当にお忙しいのでちょっとね手をつないだり、おほほほほほ、よかったです。目を合わせ、あのトゥルスルルルーって来たかね。あとねラディオネームでお手紙を出したりとか、いいこといっぱいでした。キャマキャマさんありがとうございます。なんで中学1年生です、よろしくお願いします。そう、お便り、皆さんからいただいたお便りをゆみみさんにお渡しいたしました。キャマキャマさんありがとうございます。あ、その日から手洗ってませんあのねこういう状態で、あのこっちだけでこうやって洗ってます。こういう状態こっち洗ってないだってみんなもね洗えないでしょ。だってノアピと握手したら手絶対洗えないじゃん。ね？しばらく洗えないでしょ？洗うんだ。洗うの？洗えないかもでしょ？洗えないよね。さすがにノアピとね手触れ合ってしまったら洗えないよね。握手会の後洗わないって聞いたの。そう、みんなねあのこうやってね握手したら洗わないで、はーってめっちゃ洗います。ひどいなめっちゃ洗います。あらら、洗わないよね。一生洗えないよね洗えないよねでしょ。だから洗ってないです洗うんだ。なんで握手したその日はさ絶対
逆に握手会の前は洗います。どういうこと？それはさすがに洗ってよ。綺麗な状態でナピちゃんと握手してあーってなるのじゃないの？え、トイレの後とか嫌よ。お手洗いの後とか本当に嫌よ。外でいろいろと触った手で触れられるのもあんまあれだよ。綺麗な状態が一番いい。え、ハンバーガーのケチャップついてたりとかポテトの塩ついてたりとかこういう状態できたら、ああ、私が手洗っちゃうよそれ。泥団子作った後とかはね、多分私次の人のやつがね良くないと思う。ごめんなさい、お手洗いできますっつって手洗うよ。絶対そういう状態で来ないでね。トリュフチョコ食べた後待って、一旦休憩とか言って結局これ未開封。そういう人にはビンタだね。そうだね、ピッ、あ、本物のビンタが食らうよ。ちゃんとアルコール消毒してから行け。おうおう。まあ待ってる。普通でいいよ、普通で、うん、普通でいいからね、普通で、わかる？普通でいいからねって書くよ。以上。よし、先から何も進んでない。それはその通り。もう6時20分ね。おう、じゃあね、バイバーイ。ハーピー出かけます。イモピーないです。今イモピーの迎えというか、イモピーがこれからまた習い事あるので。イモピー大変。あ、はい、そう、ちょっと待ってね。今月は3月の今日までなんですよ、申し込みが。絶対春の、よろしい？チケットの申し込みがね、
本日の23時59分までなんですよ。なのでよろしくお願いします。今日の53時59分までです。名前はモロクズノアピです。間違えた、モロクズノアです、ノアピです、よろしくお願いします。こんばんは、絶対春に出演させていただきます、よろしくお願いします。今日まで、今日の23時59分まであと6時間以内にお申し込みしていただけるとマピも嬉しいし、オーイーストでねございます、渋谷のオーイーストです、絶対貼る、はい、みんな来ていただけると嬉しいです、待ってます。あ、イーストって言ったらウエストさんが来ました、ありがとうございます。洗濯バサミ、洗濯バサミのありえる、それは洗濯なんとかのありえる。こんばんは、学校とかでは何も言わないように、待てな、いやーのぴの故郷に帰れるのですごくね、東京に行くっていうのはすごく嬉しいです。はい、私の生まれた時が、生まれたところが東京なんですよ。今広島にいます。東京に帰れるのをいつも楽しみにしております。ちょっとね、はい、そう、皆さんともね、東京のねファンの皆さんとか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 、にね会えたりするので、そう、お、うん、可愛いけどありがとうございます。かずやさん、空気ありがとう。山ちゃんさん、初見さんです、のぴです、よろしくお願いします。中学1年生、13歳です、中学1年生です、間違えた、同じこと繰り返した、中学1年生13歳です、こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします、ありがとうございます。なんかに、あのね、東京に行くとね、広島にね帰りたくなくなったりとか、あと、そう、あの帰りたくなったり、まあ2つそのなんだろう、ナビね、あるのはいいことだなって、故郷がね2つあるのはいいことだなって思っております。なんかね、モロクズのアナピー、中学1年生、13歳、中学1年生です。お、二重の星直さん、ありがとうございます、もらえた、よかった、期限前。何が。うん、めっちゃ大人っぽく見えた、そう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 、美しい、可愛い、大人っぽい、おとなしい、ピュアピです、ナピです、よろしくお願いします。あはははは、はじめまして、はじめまして、帰りたいよ。そう、広島のね、一回東京に行くとね、ここに、そうそうそう、また広島に帰りたいなって思う。で、広島に戻ってみると東京にまた帰りたいなって思う。そう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 、おとなしいよ、いや、で、ではだから、まあ広島も東京もどちらもナピ的にはすごく大切でございます。ガーナのチョコレートを食べたいと思います。
うん。よいしょ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、今書いたから。よいしょ。じゃじゃじゃかじゃかじゃじゃちゃくちゃくちゃちゃちゃくと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 んとかとかとんとんとか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 とんじゃじゃじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか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 じゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃん。ではツイートしたいと思います。いきまーす。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、いきまーす。それでは、いきまーす。ちょっと待ってね。うん、トリュフ買ってきたよ、早い。マピ、行きまーす。ちょっと待ってね。アムロ行きまーす。どこ行った。あった。よいしょ。オッケー、ではこれでよし、ツイートしていきたいと思います。それでは、よーい、ドン。マーピ、いきまーす。できないんだ、おかしい。ちょっともう一回取り消すよ。ちょっと削除しました、ごめんなさい。なんでまた探すの。よいしょ、ここら辺かな、ここら辺にあったな。はい、ごめんね、ごめんごめん。ちょっとね、せっかくいいねとかしてくださった方、コメントもしてくださった方、ごめんよ。ちょっと待ってね、一回取り消してます。あれ、どこ行った。ここじゃない。なんかさ、ちょっとさ、待って、今わかんない。どこ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 行った、どこ行った、どこにあるかな。引用ツイートをしたかったのよ、私は。これでこの文章を打ちます。で、写真を、今日はこの写真で、よいしょ、よし、
でこれでいきます。ナピいきます。よしできたー。山ちゃんさん言うありがとう。うんうん違った。可愛いありがとう。よしできました。みんな三種の神器いいねコメント、リツイート待ってます。あのねみんなからのね応援のコメントとか、ま、あの行きますっていうコメントとかね、まあ、あのナーピがその目標にしているコメント数が50件なんですよ。いいね数がそれがあのねなかなか達成しないのでいつも悲しいなってちょっと思ってしまう。でもみんなからのその、 あのお返事が多い時はすごく嬉しいなって思うからね。あこんばんは。今日私の誕生日です。おめでとうございます。ではお祝いをしましょう。よいしょ。あの今回このイベントに行けない人は可愛いねとかあのごめんねとかそういうコメントで OK いきます。ではケンシンさんハッピーバースデーさん、はい、ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアケンシンさん、そして今日誕生日の皆さん昨日誕生日の皆さんハッピーバースデートゥーユーおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。今日今年も良い一年になりますように。お羊お牛双子カニ座獅子座に乙女座天秤座サソリ座いてだそしてヤギ座水が雨最後にうお座ハッピーバースデーおめでとうございます。あらアイドル嫌いにならないで。ナピはアイドルナピのことは好きでいてね。ぜひよろしくお願いします。うん芦田愛菜さんのね夢って大切だよね。おう誕生日だったけどはあいえいえありがとうございます。嬉しいよかったありがとうございます。おちなみに水亀座水亀座ああこの時期4月からかうん、2月からそうか3月は魚座2月が水亀座よし。ナビはサソリ座の女です。つん2月だっすそうだっすか。ではあの食べていい？もうずっと食べてない目の前にあるのによいしょ開封の儀じゃらららら。よいしょ誰もダメって言ってないけどうん。1.5 時間も配信してるの？もうそろそろすごい私すごい。え、このまま3時間配信しちゃう？うん。おやつタイム。では。
開封の儀。チャラララララ、なんて書いてあるのかしら。口の中でゆっくり溶かしてお召し上がりください。心を込めて作った、抹茶そしてガーナミルク。これは合ってるのかしら。うつろう味わいをぜひお楽しみくださいませ。このように書かれております。おイースト、あイースト的になりました。おおウエストの方ね、ありがとうございます。玉露、やっぱ玉露で言ってた、合ってた、美味しそうでしょう。初めまして、新年ブラボーさん、ナビです、よろしくお願いします。13歳です、中学1年生です。こちらもほのぼのぼちでよろしくお願いします。ナビ刺されるの、何に、蚊に刺されるの。この時期蚊いるかな。夏にすごい蚊って出るやん。今の時期だったら何に刺されるかな、サソリとか。でも今サソリの時期じゃないしな。ああブヨとかハチとかそういう系、ひー怖い。あこちらサンドルフィーさんありがとうございます。寝るよん。ナピの家、ナピの家はね、いろんな生き物がおるよ。ライオンとかねー、ライオン、あ月のアグマとか。もうそろそろ確かに春になれる時期にさ、結構さ出てきたりするもんね。遅刻、遅刻極楽丸、名前変わった、遅刻、遅刻六極楽丸みたいな。鹿とかナビアグマとかみたいな、飼ってます。美味しそう、ほら綺麗、12秒かなって。はい、あー美味しそうでしょ。星1個でもらえる、お、いいのも、ぜひナビのこのアバター手に入れてみてね。もぐ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 。あーね、ファイが短い、あーなるほどね、美味しい。これはね、ねトリュフのね、ガーナのチョコでございます。プレミアムガーナトリュフチョコ、はい、玉露入りです。抹茶、お、まやさん、初見さん、ありがとうございます。ナビです、13歳です、中学1年生です、13歳です。こちらもフォローボタンポチッとよろしくお願いします。あーありがとう、クッキーありがとうございます。クッキー集めてるので、みんなぜひチャレンジから受け取ってね。いやー本当にありがたいことにね、可能性があるからかな、本当に STA ね選んでいただけましてすごく嬉しいです。T2 さん、クッキーありがとう。ではいただきます。ボーリング、こうやってさ近くで見るとボーリングみたいじゃない。うん、いただきます。うん、
リンツのチョコレートに似てます。すごく濃厚でゆっくりと滑らかに溶けていく。私リンツのチョコレートすごく好きなんですよ。その濃厚な味わいに似てます。すごく美味しいです。もう口の中で最初はまたちょっと違う感じだけど、すごくね濃い抹茶みたいなのが、ミルク抹茶みたいな、でこうなってすごく美味しいです。チョコレートなんですけど、またそのまろやかで濃厚でガーナのミルクと玉露入りチョコと抹茶入りチョコの外身3つが合わさったからこそいいお味になっているという感じな気がいたします。すごく美味しいです。いや本当にすごく美味しくて、私ね本当にリンツのチョコが好きなんですけど、そのチョコに口の中で溶ける、すごくリンツのチョコレートってこうさクーってなんだろう、ゆっくり滑らかに溶けていくじゃないですか。その感じとすごく似ててですね、そうぜひこれは結構おすすめです。うん、ミントじゃない、お抹茶です。すぐに消えるっていうわけじゃなくて、口の中でゆっくり溶けていってゆっくり味わえるっていうグッドです。素晴らしかったでしょう。ジョスケの一茂さん、あれよかった、ちんちょうけさん、クッキーありがとうございます。クッキーありがとうございます。そうお抹茶なんですけど、うん、今回はああいいやと思ってチケットどうでないやね、まそのナビはねお抹茶と、あとね瀬戸内でね皆さんにねおすすめなのが、本当にね、ちょっと待ってよ、熊根パパさん野球ボールありがとうございます。野球ボールなんかね今流行ってるよね。うん、私ね本当にアナゴの白焼きとね天然の先サバがね皆さんにすごくおすすめでございます。アナゴの白焼きは
あそこで、はい、宮島のね、広島港の近くでね、食べれます。あとね、のっぴは好きな食べ物はクキチャウダーとお抹茶って確かプロフィールに書いてあるはずなんですけど、本当にお抹茶も好きで、おこい茶ですごく濃い、なんだろう、お茶ってはすごく、お抹茶は苦手なんですけど、で、お抹茶自体はすごく好きでございます。お茶会とかに行ったりしますよ。野球はね、あんま見ないかも。今何やってるの？野球、の国、国際、あ、国じゃないわ、国際試合。もすごい、私のさ、劇場の方々がすごいたくさんの方が、モロクズのバレンタインのアバターになってる、嬉しい、ありがとうございます。着物を着てお茶会に、はい、参加したりね、しますよ。今はね、そう、ちょっとね、亡くなってたりしたんですけど、またあるといいなって思います。 WBC、 なるほど、そうなのですね。これは美味しい、ハビ、これ好き。もう一つだけいただこう。これを食べて休憩が終わります。キツさん、おめでとう。レレレのトマさん、トマトちゃん、ありがとうございます。お疲れ。みなさん、アバターありがとう。このね、最後のこのしっとり感がすごく美味しい。うん、ね、静かだなと可愛いと思うでしょ。そうなのよ。うんうんうん。はあ、ほっとしました。書いてみました、ありがとう、嬉しい、可愛いでしょそのアバター。無のとしささん、ハートありがとうございます。おー、さやさんの子からありがとうございます。アバターいただきました。ナビのアバター、ぜひ来てみてね。
球の話なんだけど、野球についてはね、野球はねカープがのアピ好きで、でね選手とかルールとかは今ね、まあ、全然詳しくないけん勉強中でございます。期間限定でございます。期間限定で手に入るものなので、そうだから今手に入った方はラッキー。チケット抽選申し込んだよ、ありがとう、ありがとうの足かかたん、嬉しいの足かかたん、キュンです。そう野球はね見てるとね楽しいんだよ。なんかサッカーとかはこの間少し知って、なんだろう、すごいね興味がね出てきました。一回ねサンフレッチェの試合を見に行ったことがあって、あと FC 東京とサンフレッチェがのアピは好きでございます。こんばんは。ズームズームスタジアムでさカープの試合よくするじゃないですか。カープはねよくね見に行ったりするんですよ。ね風船飛ばすとかね、そういう時すごくね準備してねめっちゃ風船飛ばしたことある。でも私風船がね吹けないの、吹けなかったの。そうズームスター略してズームスターね。そうで飛んできたりするじゃん、風船が。で恋の風船あるじゃん、肺活量ありそうって言われるけど風船吹けないんだよね。風船を多分吹き方が悪いのか、幼稚園とか1年生とかね本当に最近になるまで 4年生ぐらいまでね吹けなかったんだよね。それぐらいからちょっとずつ吹けるようになったの。風船私本当に吹けなくて、ふってどんなに吹いてもなんか全然膨らまないの。ピピピトマトさん風船ありがとう。マピカラの風船だ、赤の風船もありがとうございます。あーね、まあえなんで吹けないのみたいな、えなんで吹けないんだろうってずっと思ってて、私は今中学1年生です。そうちょっとね自分でもね結構びっくりでした。風船が吹けないって、うん、耳はね痛くはならないんだけど、ね息が切れちゃう、ふうふうってなんで膨らまないのってなる。であとさズムスタのさよくさ観戦野球観戦するときにさ何かさ頼んだりするじゃん。そのときにねポテトのロング、あれ美味しかった。あ私ねカープのね本持ってるよ、ちょっと待ってて、すぐに出てくる。いつもみたいに出てこないっていうのはない。
暑かった。新井さんの監督さん学習帳。あれ？で、私の本棚見たら、私の好きなアニメのプリキュアの映画のやつが出てきた。映画のパンフレットみたいなね、やつなんだけど、15周年のね、オールスターズとか、おお、グッドグッドなとか、あ、ミラクルユニバースあったな、あのスターティクル、スターティクルっていう。スタートゥインクルいや言うんだけど、ハグクグとフンヒュー、お仕事のと盛りだくさん、スロービューとパイロット、キャビンアテンダント、パン屋さん、本屋さん、まだまだ結婚したい、誰かと一緒ライフ現代、なんかすごいたくさんあるよ。しかもちゃんと行きましたっていうね、チケットまでねここに貼ってあるからね。マスターからプレイヤーって言ってねやってたよ。今のねプリキュアも可愛いよね。20周年なんですよ今年で。じゃけんそう20周年の映画のね記念にね、DVD 出るけん、ぜひプリキュア知らないよって方はぜひそこでね見てみてね。MAHO GIRLS って知ってる？魔法使いフィンフィア、白と黒のも出るよ。出るのかわかんないけど、それの DVD もあるよ。バイオレットはないかな。ナビのことかな。キュアバイオレット、今年の変身アイテム買いました。マジ？ナビね、まだね待ってない。うん、あのね、 MAHO GIRLS あらあらあらもの最新流行魔法のステーキ、くるくる天気が変わってるよ、キュアパパパ。あ、わかる、モフルンかわいいよね。私ね人形状態モフルンも好きだけど、ちょっとさ一回さちょっと変身したよね、あの状態でモフルも好き。あれ、なんだったっけな、ホイップカス、なんだったっけ、ホイップジェラートカスタード、マカロンショコラパルフェのキラキラヘンヘアアラモードあるじゃん、アラモード、それのね、私ね、なになにペコーっていう、そのペコリンかわいいよね、あれ好き。私ね、そのね中のねキュア、犬の子と猫の子、マカロンとショコラが好きだった。エッフェル塔、あー、あれね、あれね、映画、え、エッフェル塔、ちょっと待って、アラモードの映画私見に行ったっけな、アラモードのやつ私見に行ってない気がする。今私が持ってないだけかもしれないけど、嘘ばーっかのやつ、
めっちゃ話し合うな。弓の鬼火ラスボスってことは闇の鬼火かな。これラスボスは闇の鬼火だったよね。さわーっと、あ、ムーンライト、ムーンライト、あのね、一つ一つのね名前をね、あった、全部はね覚えきれてない。あ、これね、わかる、綺麗よねこの方。わかるわかるわかる、この方めっちゃ綺麗よね。あースマイ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 スあー、ファイブね。うん、あー、なるほどね。まあこんな感じでいろんなのが出てきました。で、出てきたのは新井さんだけでした。スマイ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 ス、あ、ベロが痛い。なんかできてる。え？何これ？痛い。そろそろウクレレ行きます。痛い。何これ？ベロが痛い。なんだろう、口内炎ではなさそうなんだよね。かか、ベロの先、ベロの先が痛い。なんだろうこれ。ネコカネコカさん、ありがとうございます。痛い。ああ、え、かわいい。痛い。あ、興奮音がくめっちゃブレ動くやん。うん、え、なんだろう、痛い。ウクレレやるね。すごい痛。なんだろうね、なんかできようみたいなのできてるのかな。なんだろう、やった。急にだよ、急に今さっきから痛み出したんだけど、痛い。なんで、なんで急に、なんで急にこんなに痛み出したの。
ここ近頃私ここかなかな。こんばんは。ではウクレレを始めていきたいと思います。初心者マークが消えている。私ウクレレ初心者です。みんな温かい目で見守っていてください。よろしくお願いします。いきます。チューニングします。なんでこんなにも痛いんだ。では行きます。では行きます。せーの。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔笑顔でいる。笑顔まで。新しいとこ2個増えました。じゃあコードで言っていきましょう。せーの。 C で一回リモコンで言いますね。よーなくいおせなくいいおなくい
まで。できるかな？一緒にやってみよう。ウクレレタイム。皆さんリモコンの準備はよろしいですか？それでは皆さん、この番号のところへお進みください。くしゃみ。よかった。せーの、47と言いたくて泣く音声を押すから音声、11と音声を押すからイオン、で泣く7と11と気を押すから泣くいで、イオンで、11と音声を押す、泣くい同じですね。そしたら音声だけ押す、音声で、イオン泣くい。そしたら最初の4。あら、うちのリモコンが違いますと。あら、まあそうなのですね。違っても、もし違ったらこのような、もしこの 1,2,3,4 つ揃うところがあれば、この縦に、まあここはちょっと3つだけど、縦に、横に4つ、縦に4つあったら嬉しいなと思います。あとはまあちゃん、その変わらないように、ここのここですかね、まあ、例えばここだったらネットフリックス待って、ここネットフリックスって書いてある、ネットフリックスー、開け閉め、開け閉めチャンネルショーン、開け閉めチャンネルショーンとか、ちょっと待ってね、あ、ここじゃないわ、あ、じゃあここにする、再生メニューで CS 録画音声、 CS 録画音声、録画イオンだったら CS 録画とか、そんな感じでやったりとか、ちょっとあとはね、段ボールとかでまたね、ちょっとね作れたらいいなって思っております。そんな感じかな、今のところリモコンで。うん、どうしたらいいですか。あ、その場合はね、バイオリンも同じ方式で練習したりするんだけど、腕を出してください。腕でこうやってなんとなく、よーん泣くい音声いいよみたいな感じでやるといいと思います。でれれれ、はい、初見さん、ナオピです、よろしくお願いします。13歳で中学1年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとうございます。うん、リモコン持っていくなと読みました。じゃあ腕れれれにしましょう。腕でねやるのも結構すごくね、腕ねいいよ、やりやすいよ腕。あのバイオリンもね、同じ方式で、あのその自分で練習するときとか、バイオリン本体が持っていけないときとかは、しそうそう、ここのトリルが難しいから、このまま、あのバイオリンってこういう形をしてるから、そうこのままこうやって、ソファミファラララで、ビブラートこんな感じで聞かすんだなって、あのね、こういう感じ、ラーシソラファシファソラファみたいな感じで弾くんですね。
レレドレレレドドレファソレレで早いと難しいけんレレドドレファソで空中でたまにねバイオリンをやったりします。でもこの練習法もいいよって先生に教えられました。レドレドドレファミファミレドドドレラソラ難しい。腕でぜひ練習してみてください。それでは皆様、あ、1万人達成ありがとうございます。1万人以上の方のアピナルームに見てくださってありがとうございます。中学1年生13歳のアピです。ぜひこちらのフォローボタンをポチッとよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。すごいたくさんの方が見に来てくださってすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう。 ST48 研究生のモロクズのアピです。よろしくお願いします。ユネタシさんクッキーありがとうでございます。はい、ウクレレわかったかな。ピアノはねお家にはね一応あるんだけど、あの弾いたりはするんだけどね、なんかね習ったりはしてないかな。うん、ピピピタマタさんいいね、ありがとう。バイオリンも今はもう習ってない、自分で今一生懸命頑張ってます。やっぱね、あのオーディションの時から結構練習時間がどんどん少なって なってきてて、まああの弾けるときはなるべく弾こうっていう感じでございます。ズミホさんありがとうございます。野球ボールありがとう。そうですね、でまあウクレレも今みんなと楽しくやっている感じでございます。誰もねいないよ。ではおさらい、リモコンセット、せーの、朝の空を見上げて今日という一日が笑顔でいられるよように、そっとお願いした。時には雨も降って、できたよーよん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 、なくいえまいな、よん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 、なくなくい、じす音声音声じせなくいいおんなくい、泣くいい音声いいよんいいよん G7、 あ違うわ、泣くいい CG、 あ違う、泣くいいどう待って、難しい難しい、リモコンでリモコン語で歌詞言うの難しくない？じゃあ最後本物のリモコンで歌詞を言いながらみんなも真似してみてね。さあ、はい、朝の空を見上げて今日と一日が笑顔でいられるように、ここ入
早い。そっとお願いした時には雨も降ってえ、それそんな感じなんだって。いえ、初心者です。みんな一生懸命367日一曲頑張ろうね。ここまでたどり着きましたよ。みんなすごい頑張った。まだまだ先は長いけど頑張ろうぜこんな可愛い子初めて見た。初めてじゃないな見たことない。嬉しい。ナピです、よろしくお願いします。13歳です。中学1年生です。フォローボタンポチッとよろしくね。ありがとう頑張ってます、頑張ります。GDAEA GC ソドミラーなので GCEA です。 GCGCEA です。GCEA なんかラップみたい頑張ろう。ピピピは13歳です13歳です。でバイオリンがソレラミなので、レダーからシーせーでなので D D G D ドで C A E G D G D C E G D C E がソレラミがバイオリンで、ソドミラーがそう、バイオリンちゃんとはね、またちょっとで違うんですよ。頑張ります。みんなで一緒にナビと頑張っていこう。柏木里奈さんありがとうございます。クッキーありがとう。そうベースはね、まあ似てますね。そうそうそう、音がねちょっと違うって感じ。おーすごい長く配信した気がする。あーもうあと30分で配信終わる。早い時間たつの。1万人達成ありがとうございます。イエーイ、こんばんは。本当に3時間ほど配信しましたね。ちょっとびっくり。あ、のずみおんごさん好き、ありがとうございますね。ほんまにちょっとびっくりね。マジマジ、帰り帰ってきた乱入にもぴはねいないよ。くんさんクッキーありがとう。キャー帰ってきた。うん帰
ってきた。家族、家族だね。おいもちゃんさん一度もありがとうございます。いやあ、そういうこと言っちゃいけないんだよ。声聞こえた？嘘嘘、今何も喋ってないで。お、すごいたくさんおいもちゃんさんありがとうございます。お、家族はあのこういう感じで帰ってきた。陽気な感じで帰ってきました。すごいたくさんのアピのねアバターに皆さん着替えていただきまして、すごくありがとうございます。すごく嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。じゃあこれからずっとこんな感じで皆さんのアピのアバターよろしくお願いします。嬉しい。ナピのバレンタインキャンペーンのアバター手に入った、嬉しい、ありがとうございます。赤だからいいよね。ナピのアバターに着替えてみてね。あつひろなあさん、ひろにゃーさん、クッキーありがとうございます。本当に嬉しいよ、ありがとう。このアバターかわいいよね、かわいい。ひろべさんありがとうございましたわ、ありがとう。うん、ご想像にお任せします。モロクズのマーピです、よろしくお願いします。13歳です、中学1年生です。こちらのフォローボタンポチッとよろしくお願いします。いえ、こんばんは。はい、本日のピのやりたいこと、やりたいこと達成した。だいぶ長く時間かかって達成しました。うん、ガチャでゲットした方が期待、もちろんそちらのガチャでゲットした方も来ていただけると嬉しいし、今回のあのね手に入りましたそのアバターもぜひのアピのところで来ていただけると嬉しいです。もうね1万人本当にありがとうございます、嬉しい。すごい長い配信の間ね、すごくたくさんの方が長い間見てくださりまして嬉しいです、ありがとうございます。歌おうかしら。うん、いい、歌おうか。よいしょ。いえ、皆さんのおかげですごいね楽しい配信にます、すごく嬉しいです、ありがとうございます。では前からの曲を歌おうかなと思います。よいしょ、やすくんさんすごいたくさんハートありがとうございます。では行きます。ほい、チャンスの順番、次は君に来る。どんなに負けても今度は勝つ。え、途中からになってる？え、ちょっと待って、ちょっと待って、2番難しいね。
こりゃ2番難しいですね。はい、私はやっぱこの曲が好きですね。あのユニットなんですけど、ナビ、あのこの間のユニット時すごく美しかったでしょ。みんなと、私はね、同じ年齢のね人とね比べるとですね、出会いと別れの回数がね多いのですよ。いろんなところで。だから東京とか広島ですごくそういうのが多いから、転校生あるある、その通り。まあ恋人ではなくても大切な人とか友達ね、好きな人との別れの気持ちとかはすごいよくわかります。はい、です。あるでしょ、やっぱさ、卒業するときとか、あとなんか別れちゃうときとかね、出会いと別れすごく悲しいでしょ。なんか結構悲しいよね。うん、アゲハチョウのイメージついてきました。よかった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 、よかったです。アゲハチョウのアピです。飛べるアゲハチョウの方です。はい。のアピの恋人になります。後輩でございます。考えておきます。うん、そう、出会いと別れの季節で春とかやっぱね、すごく多い時期だし、秋とかもね、そうあったりする。本当に悲しい、悲しい時期です。何回もでお引越ししてるので、そうなのよ。こんばんは。ナビが卒業したら悲しい。みんな悲しいと言ってくれると嬉しいです。じゃあ、この曲一番最初でさ、ナビがシェン、あ、言っちゃったよ、この曲。めっちゃ足上げるじゃん。あそこかっこいいと思った人。はーい。ちょっとね、かっこよくめっちゃ足上げてみたんですよ。あ、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って。私今日、あ、メールを、私のモバイルメール、あ、はい、送ってない気がするんだけど。どうしよう。こんな短時間で書けないなぁ。3時間やっちゃったよ。え、ちょっと待って、私メールはね、こんな短時間で書けないんだよね。15分で書ける。ごめんね。まあ、たくさん配信見に来てくださってありがとうございます。1万2000人以上の方来てくださってありがとうございます。ナピです、よろしくお願いします。13歳です、中学1年生です。こちらフォローボタンもちょっとよろしくお願いします。ありがとうございます。メール送れなくてごめんなさい。はい、ギリギリお休みのメール送れたら、はい、やります。3時間やっちゃった。まあ楽しいからいっか。ごめん。シェン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 、ごめん。シェンシェンシェカシェカシェンシェンシェンシェカシェカシェンシェンシェカシェカ、ごめんなさい。あほーい、ごめんね。あほーい、あほーい、おっす、一歩も引かねえ、おっす、バリバリ全開、俺の生き様黙って見てろよ、おっすおっすおっす、イエー、胸の奥掴まれた偶然を素通りさせね、今ここで勝負してやる、マジかマジか、ロマンス
出場歌うわうわ好きだ好きだ誰よりもお前が好きだよ yeah, yeah, yeah 好きだ好きだ大好きだ当たって砕けろ yeah, 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 yeah 男道シェシェシカシカシェシェシシカシカシェシェシカシカシカレシカアホイアホイアホイイエスタイマン負けてもイエス後悔しねえぜ頬に光る涙の苦笑 Yes, 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 yeah 傷ついて強がって順調を守らせてくれ最高の出会いだったぜパネパネ思い出上うとうを好きだ好きだ大変に死ぬほど好きだよ yeah, yeah, yeah 好きだ好きだ大好きだ笑顔でよろしく yeah, 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 yeah 男泣きシェシェシェカシェカシェ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 カシェカシェシェシェカシェカラシェカアホイアホイアホイ声出せますか人は誰も恋をして思い通りに行かずにずっと忘れられない痛みだけが青春好きだ好きだ誰よりもお前が好きだあ、待って当たって砕けろ yeah, 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 好きだ好きだ永遠に死ぬほど好きだよ yeah, 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 好きだ好きだ大好きだ笑顔でよろしく yeah, 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 yeah,シェシェシカシカシェシェシェシカシカシェシェシェカシシカヤシカ充電ないアホイアホイアホイそれでね、一番前でココアさんとイエーってポーズしてるの最後充電が残り 10% と言われました、残り 10% きっとこの10分間持つであろう多分大丈夫毎回楽しかったよかったやばいよやばいよあと 10% だってあと10分あと1分に 1% ずつ減ってるとしたらギリギリまあそろそろねはいお時間ということで皆さん本当にねありがとうございましたすごくね3時間楽しい3時間でしたありがとうございましたはいおフォローしてくださった方ありがとうございますえ1万2000人以上の方がね来てくださってすごくうのぴは嬉しいでございます本当に皆さんありがとうございますぜひフォローだけでもしていただけると嬉しいです中学1年生13歳ですのぴですもろくずのなぴですよろしくお願いします24時間配信はねまたなんかもうちょっとねのぴが大人になってからグレードアップグローアップしてからですねグレードじゃないそれはレベルアップみたいな感じグローアップしてから、なる感じですかねはいすごく皆さんとこのようにはい楽しい配信ができて嬉しいでございますありがとうございましたはいまた
あ、また見る。ありがとうございます。すごくね、ナオピのこう今日の配信が楽しかったなって思った方は、ぜひまた見ていただけると嬉しいなと思います。そうですね、先はまだまだ長いようで、7年ってあっという間なんですよ。1年って今年1年もすごいあっという間だったし、去年もすごいあっという間すぎて、もうこの2年はまるで1ヶ月のように感じました。本当にすごく短かったです。ね、まあ、どんどん時間は過ぎていってしまうけれど、なんかいい話してない。やめて、そんな重い話。皆さん、初見さんのアピです。よろしくお願いします。13歳です。中学1年生です。こちらもフォローボタンポチッとよろしくお願いします。皆さんね、この3時間すごく楽しかったです。またね、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございました。今月、今週末ですね、12日は、ノアピのサイン会があります。イェーイ。2時間目にね、サイン会と6時間目に、ツーショット写真会。ツーショットってことはね、誰にもね、誰もいないんですよ。私たち2人きりの時間でございます。で、サイン会はショールームで行いますので、ぜひ、来ていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お話し会待ってます。恥ずかしいです。ポーズね、どうしよう。もう何でもいいよ。ハート、ナビポ、あの、迷ったらナビポーズ。はい、よろしくお願いします。もうね、何でもナビポーズとか、あとはね、まあ、好きな、じゃあ、なんか、こういうの作ってみよう、みたいなのとか、そういう感じで大丈夫でございます。あと、ほっぺたアプニーってしてみてとか、で、こういう感じで、で、自分でこうやってやって、こういう、ね、とかね。どうぞお待ちしております。待ってます。 では最後の曲にね、参りたいと思います。最後の曲はやっぱこれですかね。よいしょ。それでは聴いてください。ずっとずっと。すごく楽しかったよ。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。結構 すごい あ、バイバイ。